3つメディアがあるんだよね。この3つをうまく組み合わせて集客するっていうところがやっぱりできてないよね、この人。熱血コンサル基礎産業。東南アジアの料理を出している飲食店と物販の店を複数店舗展開をしております。創業して5年なのですが、創業時からとにかく自分の会社のファンを作るということで、いろいろなイベント企画したり SNS での発信を続けてきて、現状ある程度ファンの数は増えてきているのですが、売上につなげることができていない状況です。一定のファン作りができた中で商売につなげることが下手なのかなと思っているのですが、このような状況でどのようなビジネスを展開していくのがいいか、ヒントはありますか？これはあれだな、東南アジアの物販って何なんだろうな。家具とかかな。東南アジアのものを日本人が買いたいと思うっていうところが狭いんだろうな。昆虫食やめなさいっていう動画あったけど、あれに似とるな。やっぱりボリュームでかいとこ行かないといけないんだよな。ど真ん中を行くっていうか、いうところが大事かな。あと商品をやっぱりうまくオマージュしないといけないかなというふうに思うね。オマージュって何かというと真似するってことなんだけど、ぶっちゃけ、まあ、例えば東南アジアでいうとタイとかだったりとかすると、エルメスってあるじゃんか。エルメスってこう、エルメスの布のエルメスのカバンをモチーフにノンブランドで革を作ってさ、ワニ革のものを作っちゃえばいいんだよね。ほんでそのエルメス風みたいな感じにしてみるとかさ、何か売れてるものをモチーフに新しく作らないと物販だと難しいかなという感じがするよな。レストランはファンを作るっていうことは大事なんだけど、飲食のその顧客焼却率って 80% くらいあるからね。やっぱり無料で食べてもらうみたいなことを考えないといけないかなとは思うね。競争が激しいとこをあえていかないとダメなんだよ。競争しないとこを言ってるよねこれね。競争しないことは大事なんだけど、最初はもともとボリュームゾーンあるところへ入っていかないとダメなんだよ。まあ、そこからこう要はずらしていって競争しないように持っていくっていうやり方がいいんだけど、最初からニーズがないところに出ちゃってるよねこれね。だからちょっと厳しいかなという。例えばうちなんかもそうなんだけど、カフェをやろうって考えた時に一番最初に考えることなんだと思う。カフェが近くにあるところにもうわざと出すんだよ。で最初は奥まっててもいいんだよ。けど例えばモーニングを1時まで無料にするとかさ、例えばコーヒーチケットをもう期間中のように近くに配りまくるとかさ、ただで食べてもらうってところを経費にしてるんだよね。でそこから例えばそれが1000人聞いたら200人固定客できる可能性があるわけでしょ。だからずっとそれをやり続ける。だからこの会社っていうのは最初に SNS とかに頼りすぎてるんだろうな。だから食べてもらって体感してもらうっていうところを広告宣伝費として打っていかないといけない人なんだろうというふうに思うね。売れるものってやっぱりそのみんなが持ってるものっていう大前提があるんだよね。だからそこがちょっとやっぱりこの話で言うと外してるのかなというふうには思いますけどね。 SNS 上メインでこうファンができた、ある程度そう会員数だったりとかっていうところができてきた中で、リアルに持っていくために必要なことっていうのはどんなことになってくるんでしょうか。やっぱりこう来てもらって、その来てもらった人にやっぱり何か提供するってことだと思うよ。うちの会社も遠隔戦をずっとやり続けてきて、この度初めてアンドメディアって言うんだけど地上戦をやるっていうことになったんだよね。まあそんだけいるものね、問い合わせ1日3件から5件ぐらい来るし、あるからできる。でもこの人の場合集めきれてないよね。だからその SNS 上で集めるっていうところと、だから3つメディアがあるんだよね。 SNS とオンドメディアだよね。あとまあペイドメディアだよ、広告ランディングページとかそういうやつだよ、ね、チラシ配ったりで、アンドメディア口コミだよね。だこの3つをうまく組み合わせて集客するっていうところがやっぱりできてないよねこの人。SNS 上だけでこう集客するっていうんじゃなくて、例えば今の分でもお昼をねこう無料券みたいなのバッ配ってさ、で来てもらった人に LINE で登録してくれたら、またこう一つ何かおまけしてくれるっていう感じでずっと作っちゃえばいいじゃん、 LINE の顧客で。そこにこういろんなセールを打っていくみたいな、ね、いうやり方がいいかなと思う。あのそこに経費を立てれないっていう人が多いんだよな。であと集客って
ってこう連続してるから集客し続けないといけない。俺だってこの動画もう5年近く撮ってるからね。まさしももう2018年からやってますからね。そうやって考えるとさ、やっぱりやり続けないとダメなんだよね。そのいつか来る、そのあれなんだったっけ、あのウーバーワールドの歌であるんだよ。いつかなんか自分に信じれないような奇跡が起きたとしても、なんかそれはね、みんなは驚くけど俺だけは驚かないと、当たり前のことをやってるからっていう、そういうことだよ。俺もだってもう自分で当たり前だと思ってやってるからね、集客って、まあ、そういう中でその来ていただいた人に何かを提供するっていうところがもう対象物がしっかりできてるんだから、まあ、自分が美味しいと思ってるものを一つ食べてくださいっていうような姿勢でやっぱり望まないといけないっていう案件なんだろうというふうに思いますね。今日のこのまとめ、お金があったらできるっていうところの考え方にコストをコストとして考えすぎっていうと、コストを投資として見ないといけない時もあるんだよね。その理論値がわからないからそこを突っ込めないんだよね。投資じゃないんだから、事業なんだから、だからそこの部分をどれだけ熱入れてやれるかっていうところがやっぱり事業者としての素質を分けるかなというふうに思う。それで自分でマインドセットしないとダメなんだよね、そういうところに行って。だからマインドセットするためにはどうしたらいいんですかっていうところがまあ大事なところなんだけど、うちの会社にもまあグループコンサルというものがあります。毎月1万2000円かかるんですけど、今回みたいな経営改善とかね、まあ、資金調達とかそういうところで、まあ6つのクラスっていうのを設けておりまして、4人1組のクラスと10人1組のクラスというのがあって、その辺の情報交換ができます。まあ今100社ぐらい参加してるのかな、まあ200社ぐらいまでやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。それとこれと別に、特に資金繰りに悩んでる人、あの自分の会社が赤字だとか債務超過だよね、あんまり見られたくないとか、ね、あとまあまさしに個別で話を聞いてほしいっていうニーズがあるんですよ。そういうことで20分4万8000円というコースを作りました。これはね、メリットは2つあります。1つは渋谷に来ていただいたらリアルで会えます。リアルで聞いてほしいというね、まあ、そういうメリットがあるよっていう。それともう1つ、僕が決裁者なんですよね、基礎コンサルティンググループの最終決裁者です。だから、決裁できる人が直接見るから、であと新しい商品の設計とかも全部自分がやってるんですよね。そういうところで相談を受けることによって資金を直接打つこともできるし、逆に投資で悩んでる人、いろんなところで投資を打ってるんだけどみたいな、投資顧問業とちょっと違った意味でね、あのどういうふうなちょっと立ち回り方をした方がいいよ的な相談とかね、あと相続の話とかね、そういうふうなところでまさしにリアルに会いたいというようなこともメリットとしてはあります。直接最終決裁者と会えるっていうところにメリットを置いてますので、ご興味のある人は、この社の概要欄からお問い合わせいただければと思っております。それと、最後にですね、今がしんどい、ね、ちょっと緊急性があるとかね、あと資金繰りがしんどいとか、そういったような方いらっしゃいましたら、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしくお願いします。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金、助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしています。